会議。ガチャピン再就職って結構これニュースでも話題になりましたよね。なりましたよね。だからうちの新聞でもちょっと書きましたけども、ユーチューバーになるってことで、ウームっていう会社にね、こう再就職して、なんか面接もしたとかね、なんかそういった映像も流れてましたね。ああ、それ YouTube に上がってましたね。そうです。ちょっと奥にガチャピンがいるらしいので行ってきます。失礼します。ここ本社ですよ。ガチャピンだー。ガチャピン。座ってるし。わあ、本物だ。はじめまして、ガチャピンさん、こんにちは。こんにちは、はじめまして、ガチャピンです。わあ、小さい頃からずっと、あの、ひらけポンキッキーズとか見てたんですけど。ひらけポンキッキーね。あ、さっき間違えた。ひらけポンキッキーズを見てたんですけど。それ45年ぐらい前の話だけど、あやかお姉さんは生きてたの？あれ、でも私見てたの、ひらけポンキッキーズ。多分それポンキッキーズかな？あ、ポンキッキーズだ。うん。ポンキッキーズだ。そうそうそう。見てたんですけど、うん、何やら YouTuber になったそうで。そうなの、見てくれた？見ました、見ました。何見てくれたの？多分一番最初に上げた動画。うん、あ、そっか、面接のやつ、うん、はいはいはい、そっか、見ました。ありがとう。なんで YouTuber になろうと思ったんですか？ほんとね、ポンキッキーズが終わっちゃって、さてこれから何をしようかなって思ってたら、ムックがね、これからの時代 YouTuber ですぞって言うから、それを聞いたらもう即行動って思ってウームさんに履歴書を持って行ったの。そしたら鎌田社長が会ってくれて、で面接受けて受かったの。でもなんか YouTuber じゃなくて、うん、YouTuber 見習いって書いてあったんですけど、そうそう、肩書きが、うん、そうですよね。なんで見習いなんですか？だってまだ浅いから。あ、YouTuber になって。そう。でもあのテレビ歴がすごい長いじゃないですか。何年？45年。めちゃめちゃ長い。テレビ歴っていうか、まあね、世に出て45年って感じかな。YouTube ってなんか、うん、あの収益が出ると思うんですけど、収益も聞きました。これは重要ですね、金目ね。とね、まだ僕のところに来てないからわかんないんだ。これはね、嘘なんじゃないかなと思って。一応ね、最初の面接では一本立つ感じでってお願いしてるんだけど、生々しいんだから。まだ入ってきてないからわからない。なるほど。そっか。